ちは、トヨベブズのシェイフ・ダグラスです。テイスティライフへようこそ。今回のエピソードは、幕張メッセの、フーレックス、2010年から撮影いたしますから。今、弊社 の、 フーレックスのブースです。はい、東京の営業のオーダーと申します。チーフポリスタの下森と一緒です。こんにちは。今回のフーレックスの展示会で、何か新商品が紹介 し、 しました。はい、こちらの、夏におすすめのデビッド・リオ・チャイのトゥーカンマンゴーというフレーバーが新発売となりました。はい、はい、とデビッド・リオ・マンゴーチャイは、はい、パッケージは2種類ありますしね。そうですね、こちら の、 業務用、氷でもいける 398g と、はい、35g の1袋に約2杯入りのパックも販売してます。わかりました。と今回は、はい、のビデオブログでこっちのニュースレターから2つのマンゴーチャイの新レシピが、はい、ピックアップしましたでしょうね。はい、とすごい簡単のレシピでしょうね。すごい簡単です。はい、だから2つが作りますでしょう。はい、今回は2種類紹介します。でも作り方大体一緒、このベースを使って1つがココナッツシード、もう1つがマンゴー、マンドリンオレンジですね。はい、はい、じゃあ早速作りましょう。はい、はいはい、お願いします。じゃあ下森さんお願いします。まずこちらマンゴーチャイなんですけれども、粉末のチャイのベースとなっております。こちら通常、お湯か、ホットミルクで溶いていただくだけで簡単にチャイができる粉末のベースです。こちらを、大さじ2杯入れます。そして今回ご紹介させていただきます、アイスのトロピカルチャイでココナッツシロップと、合わせたもの、そしてこちらアイスのマンゴーオレンジチャイ、マンダリンオレンジのシロップと合わせたもの2種類をご紹介します。こちら今回はホットミルクで溶いていきます。粉末のチャイベースが滑らかになるまでよく混ぜてください。あとはこちらをミルクで溶いていくだけです。簡単にチャイができます。こちらトロピカルなシロップと合わせることでまた違ったフレーバーがお楽しみいただけると思います。今回はアイスでのご紹介となりますので、こちらを、氷の上から注ぎたいと思います。ホットチェーンの場合は、ベースをこのままミルクで、溶いていただいたら、こちらそのままお飲みいただけますが、アイスの場合はもうこのまま氷の上から注いでいくだけで簡単にアイスチャイが作れます。こちらで完成です。志村さんありがとうございます。じゃあちょっと飲んでみましょう。はい、いただきます。はい、あ、すごい美味しい。すごい夏っぽいの。こちらがマンゴーレンジチャイ、はい、こちらトロピカルチャイ、すごい、マンダリンオレンジとマンゴーチャイの相性がすごくいいんです。必ずが夏向け の、 印象だと思います。ね、これもスムージーで作ったらかなり美味しいと思います。はい、スムージーでも絶対に美味しいです。じゃあそれは小田さん、下村さん、ありがとうございます。フーレックスが楽しんでもう頑張ってください。はい、はい、じゃあ皆さん、それはテイスティライフです。